ちょっとパクハンソ監督怒ってます。パクハンソ監督もすごい嫌いなんでね、日本が。あ、そうですか。めちゃくちゃ言われたことありますからね、やっぱり。あ、そうなん、日本の製品は使わないとか、あ、そういうこと言ってましたからね。勝利田の横パス、田中が来た。まあ、このパクハンソ監督は何でしょうね、モチベーターなんだそうですね。非常に選手の心をうまく動かしながら非常に魅力的なチームを作っているということで、まあ、ベトナム国内では本当に高く評価をされています。サイゴン FC にいた時に、はい、サイゴン FC の一人が、まあ、ベトナム代表入ってたんですけど、はい、日本企業、日本の日本化を進めるということでだいぶ嫌ってたみたいで、その選手も最後入らなくなったというそうなんですか、はい。まあ、実況的にはできればグエンだけでやりたいんですけども、グエンという姓が松井さんいっぱいいるんですよね。そうですね前5人いますから、グエン。そうです、前ほとんどグエンだから ね、 グエンでしょうね、はい、グエンって言ったら全員ね、はい、みんな本当に振り返っちゃうんで、はい、グエンからグエンにパスっていうのはありますか、はい。国民の4割がグエン姓なんですよね。はい、はい、そうですね。パーセンテージはなかなかないよねすごいです、すごいです。気象はやっぱ荒いんですか、森田選手。はい、元気は強い。ああ、やられたやられっぱなしではない。そうですよね、僕もやられました。え対戦した時に、ね、なるほど、はい、しっかり潰さないと。山根君いいですね、海外に早く行った方がいいのかな、やっぱりまあ、なかなかコメントしづらいところもありますけど、はい、まあ、もちろんプラス選手が選ぶことですからね。そうですよね。パスとかっていうのも相手に対してこう変えていくようなことが 見たいなっていうのは個人的に思いますけど、でも変わらないと思うよ変わらないでしょまあまあそういう傾向は強いですよね、うん。あと内田さん右サイドバックだったんで、今日山根選手、はい、ね、いろんなこと見えちゃうんで、まあ、ああいうというか、びっくりしたのはね、ベトナムのチームのね選手、グエンってつく選手が6人もいるのね。もうグエングエンだよね、グエングエン。もう試合やっててもグエングエン言ってんだと思うよ。沖縄の悲願みたいなもん、ね。グエングエン、本当。グエングエングエン。あ、チェックしてきたね今回。